文芸評論・出版について、宮本百合子、ここに集められている宮本賢治の諸評論は、およそ1929年頃から1932年3月頃まで、ほぼ3年間に書かれたものである。執筆された当時から今日までには、わずか5年足らずの年月しか経ていないのであるが、その間には、これらの諸論作の筆者自身の身辺に、 頂上せる波乱を生ぜしめた左翼運動の急激な画期的な動きがあり、同時にプロレタリア文学の現状というものもこれらの論文を書か,かしめた時代とは全く異なった相棒に置かれている。今日の読者のために極めて簡単な日本プロレタリア文学運動の歴史の推移を語るならば、大体左のごとく見られるであろうと思う。第一期。 1917から18年頃から、同25年から26年、雑誌、種まく人の発刊文芸戦線の誕生、日本プロレタリア文芸連盟の結成等、第2期、1926年後半から、同27年後半まで、アナーキストとの分離、マルクス主義的転換に関する論争、激甚を極めたる時代、 一面、福本主義的政治理論の文芸理論の領域における移入の時代、日本プロレタリア芸術連盟の分裂、労農芸術家連盟の結成、同連盟の分裂、前衛芸術家同盟の結成等、第3期、1928年初めから1932年3月頃まで、左翼芸術運動における理論的統一のための論争、 芸術理論の質的公用と転化全日本無産者芸術団体協議会、ナップの結成。日本プロレテリア文化連盟、コップの結成。ナップの開祖、コップ並びにその参加団に加えられたる大規模の破壊。第4期、1932年後半から1934年3月頃まで。 プロレタリア文化、芸術団体立て直しのための努力、左翼芸術理論における一進展として社会主義的レアリズムの提唱、コップ並びにその参加団体の解散。第5期、1934年後半より今日に至る。ここに収められた書論文は、すなわち日本プロレタリア文学運動が当時の社会における 客観観的・主観的主な事情によって理論的に最も高揚し組織的にも整備せんとした第三期に属す時代において書かれたものであった各論文は当時の文学的動向に対して常に金曜と認められた問題に触れているばかりでなくプロレタリア文学の若き一人の支持者として敗北の文学1929年を書きまた加藤時代の同票 「1930年」を書いた筆者自身がかかる急速な左翼文化文芸運動の波のうちにあって強固な一階級人として教育して行った過程をもまた伺かがわせるのであるそれやこれやを併せ考えればこの評論集はその長所においても欠点においても今日の読者にとってはすでに日本のプロレタリア文学史の上の一個展となっていると思われる。 例えば、初期の左翼芸術理論に、新人なる影響を及ぼしたプレハーノフやデボーリンの理論は、1932年以来高められた国際的な哲学・芸術理論から検討によって、その理論における一部の誤尾が認められているのであるが、筆者はすでに当時、それらの結果を十分摂取して、 起用の評論中に認められるプレハーノフ、デボーリンの理論的影響を自己批判し、術作の上にそれを示すことが不可能な事情に置かれていたのであった。社会主義的リアリズムの問題の提起は、我が国左翼文学理論に実質上、大なる前進を可能ならしめた。倉原コレヒ人、この著の筆者などの諸論中に、方向においては正しく、しかも哲学と、 芸術との特殊性における分別においては、名鉄を書いて示されていた世界観と創作方法との相関関係についての点、政治の優位性と芸術の特殊性との具体的、現実的究明等に関する諸問題の理解は、今日、数歩の前進を示している。また、最近、2、3年来の社会情勢の変化と、それに応ずる文化、文学の動向は、 左翼文学の活動の形態をこれらの評論が執筆された時代におけるがままの姿で行うことを不可能ならしめているしかしながらそのような今日の到達点の内容こそ実に積極的に評価され批判されなければならぬ過去のこれらの努力の集積の上に展開されたものであることは言うまでもない芸術価値評価の基準についての論究 社会民主主義文学派の動向に対する注目の必要、文学における大衆性の課題、文学における同伴者性の究明等は、それぞれの時代の文学批評の分野において常に耐えざる関心を刺激される急所である。特に最近、世界情勢の必然から文化、文学におけるヒューマニズムの運動が台頭しつつある折から、批評文学にとって 以上の所要点はさらにますますその錯綜した具体的諸関係の中で鮮明される必要があるこの一冊の評論集の内容が今日の新しい社会と文学との情勢の中で熟読批判発展説明られることこそ願わしく出版の意義もそこにあると思うのである1937年2月